横になろうかな。それじゃあオーディションを始めます。今回の候補者は2名、白井ひな子さんと蜷川真央さん。まずは白井さんからお願いします。ひなちゃん、頑張って。ひなちゃん、しっかりね。うん。王子、あなたは私を選んでくれなかった。だから私はもうすぐ魔法の代償で海の泡になってしまう。それを避けるにはこのナイフであなたの心臓を刺すしかない。あなたが私を選んでくれなかったから。ダメ、できない。王子が誰のものになったとしても私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺せない。さようなら、愛しい人。
私は泡となって、すべての恋人たちを見守り続けましょう。なんか、本当に王子様がいるみたい。じゃあ次は蜷川さん。あんな偉そうな態度で人魚姫の演技なんてできるのかな。魔女のおばあさんの方が向いてそうだよね。し、始まるよ。ん？どうしたのかな。蜷川さん？王子、あなたは私を選んでくれなかった。だから私はもうすぐ魔法の代償で海の泡になってしまう。それを避けるにはこのナイフで。あなたが私を選んでくれなかったから。何これ、私の演技と全然違う。こんな役作り、表現があるなんて。クラスのみんなが釘付けになってる。飲み込まれ、レベルが違う。ユズ、どうしたの？なんか息が。様子がおかしい。ひなちゃん、気をつけて。王子が誰のものになったとしても、私の思いは変わらない。私は自分の思いを殺さない。さようなら、愛しい人。私は泡となって、すべての恋人たちを見守り続けましょう。空間が歪んでいく。フラグメント、また。ここは感情が入り混じってる。互いに侵食し合って輪郭がぼやけてる感じ。なんか息苦しいよ。さっきと同じ雰囲気。気のせいかな。体がふわふわしてるようにも思えるんだけど。気のせいじゃないよ。真央ちゃんのフラグメントが強すぎて、ライムたちの心も侵食されてる。このまま行くと飲み込まれて、あの子の精神の一部になっちゃうかも。そうなる前にフラグメントを固定しないとね。今回失敗したら多分次はないよ。真央ちゃんのフラグメントを探そう、ひなちゃん。うん。ライムたち、負けない。頑張っていこう。
勝てそうだね。よし、どんどん行こう。これでどう？頑張らないと。これでも食らえ。ほら、お願い。抜けない。スーパーコネレロ。どうしよう。行くよ。止めるよ。答え聞くしかない。クマさん、どうする？行くよ。次はどうしよう。ちょっと考えてみよう。よし、できた。あの子のフラグメント固定化できるのかな。あそこ見て、真央ちゃんのフラグメントはきっとあの先だね。ゆず、大丈夫？平気。ちょっとや、時間がない。早く。うん、これなら。どうしよう。グレイプウェイブ。頑張らないと。クマさん、どうする？力を貯める。頑張らないと。
ひなちゃん、もう全部倒したよ。うん。それだけ真央ちゃんのフラグメントの影響が大きいんだよ。あそこ先に進もう。フラグ…うん、行こう。あ、見て、きっとあれが真央のフラグメントだね。ひなちゃん、お願い。わかった。こないだはただ混乱してるだけで、ちゃんと真央の心に向き合う。今度はどんなものが見えても絶対。また記者会見用の服を新調しないと。お母さん、お父さん、あのこと信じてたのに。裏切り者、マオなんて。世界は悪意で満ちているなあ、マオ。マオはお父さんとお母さん、どっちについてくる？何言ってるの？お母さんよね。こいつがいれば金に困ることはない。この子は、魔王は金の卵を産む鶏。さあさあ、お父さんとお母さん。いや、人の悪意は決してなくなることはない。そういえば蜷川さん、最近主役少ないわよね。知らないの？あの子の親、娘を売り込むために役…ネットのニュースに出てたけど、本当なんだ。買収とか恐喝とかもやってたって聞いたけど。マジっぽいよ。警察沙汰になってスポンサーもつかなくなってるとか。なんだ、幻滅。結局お金の力で役を取ってただけ。関わらない方がいいよ。ね、関わ…違う、私はただ…関わらないようにしましょう。悪意こそが人の本質。人間は悪意の中で、悪意を撒き散らすことでしか生きていけない。善意で接しても裏切られるだけ。居場所が奪われていくだけ。それなら、私は私のやり方で自分の世界を守る。悪意をつ…してくれた人たちがコロッと手のひらを返してきて、なんだか
意識が遠くなってきた。ごめん、みんな。すっごく素敵だったよ。え？綺麗だった。背中に羽が生えてるみたいだった。なんであんなに高く飛べるの？誰かに支えてもらってるの？でも私、今日はジャンプ失敗しちゃって。全然気にならなかったよね。うん、ずっと見とれてたから分からなかった。これからも頑張って。いっぱい素敵な演技を見せてね。人間は悪意だけじゃない。だって私の中にはこんなに温かな思い出がある。確かに悪意は誰の中にも存在する。でもそのことはここでの星の宮での毎日も教えてくれた。ひなこちゃんが高校に来てくれた。一緒の学校に通える。一緒の時間が過ごせる。サナエ、昨日の俺に千尋。確かに今日君と過ごした時間はとても興味深いものだった。そう、今までになく。あ、そうか、これが楽しいという感情か。ユリ、人の心はいろいろ。その中には確かに悪意もある。たくさんのフラグメントに触れてそのことはよく分かった。だけどだからこそ悪意だけじゃなくて光があることもわかる。温かいみんなの思いがあるってわかるんだ。魔王、私はあなたの悪意を。戻ってきた。みんなは？なるほど、そういうことか。いきなりオーディションなんて言い始めた理由がやっとわかったわ。趣味が悪いわね、人の心に土足で踏み込んでくるなんて。フラグメントのことを理解してる？何度もフラグメントに接触したから顧問での記憶が流れてきたのかも。そこについては言い訳する気はないよ。私は魔王のことを理解したかったから。でどうだった？理解できた？バカどもに振り回された私の思いは。あんな連中を野放しにしちゃいけないってよく分かったでしょ？確かに魔王が絶望する理由はわかる。人のことを信じられなくなる気持ちも。でも、みんながみんな悪意だけを持ってるわけじゃない。善意の方が強い人だっていっぱいいる。完璧な善人はいない。でも、完全な悪人もいない。だからみんなのことを信じろって？それこそ一方的すぎるでしょ。善人が一人でもいたら、100万の悪人を信じろって言うの？そうは言ってない。でも魔王は自分の経験だけで他の人を全部疑えって言ってるよ。芸能界と学校じゃそこにいる人の性格も考え方も生き方だって同じよ。誰も彼もみんな変わらない。
私はそんなことないと思ってる。平行線ね。うん。で、どうするつもり？お互い相入れなくて。わからない。けど、このまま真央がみんなを傷つけ続けるの。へえ、ご苦労なことね。でも人の心配をする前に自分の心配をした方がいいんじゃない？私の中身を全て知ってしまったあなたに、このまま平穏な学校生活を送らせると思ってる？な、何？これって、まさか。こんな時に。何あれ。危ない。ひなちゃん大丈夫？私は平気。マオは何なのよ一体。原種がいるのに動けてる。指輪もつけてないのにフラグメント単体の力、信じられない。何あいつ、いつもと感じが違う。こっちに来る。早く迎え撃たないと。ひなちゃん。うん。白井、あなた、あんなの相手に一体どうする気なの？説明は後。ここは私たちに任せて。真央は安全なところに隠れてて。